中島、はい、中島の質問、はい、なんでそんなに面白いんですか。琵琶湖パワーですか。琵琶湖パワーですか。なんか俺ね、これでしょ。言い方合ってるよね。合ってます。合ってんのか。ほら、顔も合ってるでしょ。ひょっとして琵琶湖パワーですか。これ別に澤部さん悪くないですか。これ書いてあるの。本当に 中島が書いてるのね。そう。もういじられちゃうんですか。早くない。竹本さんって結構。いじられたい方で、そう、違う違う、なんか本当にびっくりします、はい、もう私3期生にめちゃくちゃいじられてます。ここだけの話じゃなく、その時竹本がどうする、だからおかしいやんって、まだ早くないって言っていじってないよって最初は結構かっこよく行こうって思ってたんですけど、あ、それがもうマネージャーさんとかもちょっとひどくて、あ、3期生を一人ずつこうちょっとつまみ出して、琵琶湖姉さんって呼んでみ3期の情報というよりも、まあまあ全体からいじられてるわけですね。チーム桜坂みんなが私をこう かっこいい先輩像からどんどん運営から、運営問題があります。まあでも逆に言えばそれだけ愛されてるってことですもんね。そういうことです。書いて、竹本は運営に愛されてる。頼むよ。いじられてるんじゃない、愛されてるんだ。書いとくんだよ、ね、目を覚えてきな。